どうもこんにちは、高橋です。先ほど井上さんの方からねご紹介いただきました。私ですね、去年の9月に鈴木先生がね夜急に来られまして、でこの話をねされたんですよね。で、まあ、僕は鈴木先生にね、こんな偉い先生にまあ、声をかけていただくということ自体も本当に嬉しいことなので、まあ、いろいろと相談に乗りました。で本当にね、その時に僕の心がね涙が出たんですね。心からよく先生ねこれ思いついたと。で全国の皆さんもね、おそらくね何かやりたいけども何もできないと。僕もそうだったんですよ。実は私もね、岩手県の釜石出身なんですよ。高校卒業するまでね、まあ、地元にいて、で驚いたことにはね、あれだけね避難訓練やってますよ。もうね、釜石もね三陸沖地震津波でも相当やられて、チリ地震津波でも相当やられてるんですね。なおかつ今回もね1000人以上の人が死んでると。私はね行政何やってんだと言って気合い入れたくなったんですよ。でも現実はねこういうふうにして悲惨な状況になったわけですよ。まあ、私のね同級生も何人も亡くなりました。で何か故郷にねやってあげるものはないのかと。で女房と相談してね、ちょっと 2,3 人ね里親でもやって貢献しようじゃないかというふうにね考えたんですけどもね。でもそれが本当にね故郷を離して、私静岡ですからね、同じ岩手県人でも静岡まで連れてきて、それで本当に幸せになるのかと。また責任持ってねちゃんとしたその能力をつけてあげれるのかと、やっぱり不安なんですよね。まあ資金面はねなんとか頑張ればできる、だけどもそういう面でね非常に不安を持っていたんですよ。でなおかつね、いや皆さんもね本当に あの日を境にして義援金とかね給付金とかね本当にね心の善意をねみんな出したと思うんですよ。だけどもねその後の報道なんか聞きますとね、どこ行ったか分かんないと、みんながっくりしてましたよね。だからなんか別な形でねぜひ何かできないかと。僕なんかもだから郷里にはねその高校の同級会とかそういうのを通してやったり、個人でも直接亀井市役所にねその給付金をやったりというような形をしてるんですよ。でもこの鈴木先生の話を聞いた時に全てが晴れましたね。よしやろうと。でなぜそう思ったかというとね、実はその鈴木先生はねもう天命を受けてるんですよ。もう彼がねこれがその使命であるというふうに私もねそれを自覚しましたので、先生じゃあ一緒にやろうと、一緒に立ち上げましょうと。で先生ねすごいいいこと 言ってくれたんですけどね、もう世界にこのシステムを広げて私はただでやると。で先ほどね決意を申していただいたんですけども、実は今ね世界がねこういう人たち、要するに自分の専門能力、自分の技術能力をただでというよりも奉仕でね活躍活動しようという、そういううねりがねどんどん出てきてるんですよ。これをね専門家の奉仕というんですね。で英語で何て言ったっけ、プロボードっていうんですね。でアメリカでもね非常にこういう動きが出てるんですね。で私もね、まあちょっとした能力専門的な知識があるので、じゃあ鈴木先生と一緒にね何かやればね、まあ、1たす1は2になるかなと、まあ、これだけでは足りませんからね、ぜひね皆さんのたくさんのねその力を借りて、知恵を借りて、皆さんの持っている能力を借りて、で1冊1冊どん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 増やしていく。普通のね算術は1冊1は2ですけども、この力はね1冊1がね
100人も1000人もなるわけですよ。そういうことでね、今日皆さんにお集まりいただいたのは、そういう力をね、貸していただきたいということなんですね。鈴木先生も先ほどからね、お願いしているのはそこにあるんですよ。それで、まあ、今日のアンケートを通してでもですね、ぜひね、いろんなアイデアで、せっかくやるんですから、素晴らしいシステムにして、世界に誇れるような、そういうものを作っていきたいというふうに思っているわけですね。そういうことで本当に今日はね、全国から第1回目は12月にやって25人の方々にね、お集まりいただいて、2ヶ月後に今日やろうということで120人の皆さんにお集まりいただきました。本当に心から感謝します。ぜひいい知恵を貸していただきたいというふうに思います。本当に今日は遠いところありがとうございます。よろしくお願いします。